どうも、ブロッコリーです。なんでこんなことになったんかな。切り替えていこう、切り替えていこう。はい、どうも、エテポンゲです。よろしくお願いします。モンスターハンター、ドスパート29、始めていきましょう。見てください、これ。まあ、兜かぶればね、隠せるからいいか。ちょっとね、これはもう前回のね、ちょっとおまけパートとしてちょっとあげたんですが、ここに寄ったんですよ、猫が。猫がこのアイテムボックスをね、漁ってたんですよ。それで、まあ、それはもう話しかけ、捕まえるしかないじゃないですか。もうそうなってしまうと。結果的に、ブロッコリーの完成という形になったんですが、まあね、髪型が全てじゃないですからね。で、やっていきましょう。で、そうだ、今回は、今、都合よくね、夜になっても、夜、ちょっと動揺しております。夜になって、くれたのでね、クシャルダオラの、討伐に、向かいたいと思います。前回、撃退にね、成功したんですよ。あっさりとクリアしてしまいました。本当にもうあっけない終わり方でしたね、あれは。まあね、コメントでも、いただいたんですが、討伐と撃退は、話が違うとね。そんな撃退ごときでね、喜ばれてはね、困ると。まあ、そこまでは言われてないんですが、そう。ね。撃退なんですよね。前回は。で、今回はもう倒しに行くというね。本ちゃんですね。今回が。今回が本ちゃん。なので、アイテムももう準備万端にしました。どうしようかな。ご飯食べていこうかな。ご飯食べていきましょうか。せっかくなんでね。で、このご飯のね、その仕組みみたいなのもね、ちょっとコメントの方で、説明してた、していただいて、本当ありがとうございます。その、ドスに関しては、その、どれとどれの組み合わせとか、その肉とか米とかは別に意味がなくて、なんだっけな、素材の、だからとりあえずメモしていけと。メモしていけばいいんではないかと。なので、今回からはしっかりメモしていきたいと思います。では、サボテン使っちゃいましょうか。サボテンいっぱいあるんでね。サボテンと玉ねぎにしましょうか。ギラギラーメンにはね、あまりいい思い出がないのですが、サボテンと、ちょっとメモってます、今。玉ねぎ。はい。このギラギラーメンをね、本当このギラギラーメンは一度食べたことがあるんですが、確かその時はもうね、下がりまくった。いや、違うな。普通だったんかな。そうだよね。普通だったのね。これは、イコール、普通ということでね。はい、もう二度と食べません。はい。では行きましょう。ま、下がらないだけまだね、マシですね。クシャルダオラ。
本ちゃんですよ。クシャルダウラは現在砂漠地帯にいるという情報が入っているわ。この時間帯なら見つけ出すこともできるでしょう。でもね、いい？正直に言うわよ。彼、あのコリューはハンターの攻撃なんてほとんど気に留めてすらいないと思うわ。思うわ。あなたが密林で彼を撃退できたのも、コリューの気まぐれに過ぎないのか、過ぎないかもしれない。でも、今度はきっとそうはいかないわ。彼は風のコリューだもの。広い場所にあってこそ真の力を発揮する。前よりも、数段強い相手になっていると考えた方がいいわ。気をつけてね。おいおいおい、本気ではなかったのか？気に留めてもらえてもいなかったという、はぁ、あ、なんてことだ。あれはほんとただ遊ばれていただけなのかもしれないということなのかな。ってことは今回がね、広い砂漠での戦闘ということで、ガチンコ勝負ということですね。これは前読んだな。いいじゃないですか。ぶつかり合いましょうよ。よし、アイテムの確認は、そう、今回はね、もう飛躍も持っていきますよ。これさえあればね、これはもう切り札です、切り札。本当にね、ダメだと思った時はもうね、すぐ飲みますよ、すぐもう。いけんのかな、これ。勝てるかな。ほんと前回あっけなかったんでね。そのイメージが残ってるからこそ、その本気を出したクシャルダウラがものすごく強く感じてしまう。心理作戦か、これは。初手は相手に持っていかれたというパターンなのか、これは。考えすぎかな。お、また毒投げナイフがありますね。毒投げナイフと、ホットドリンク、閃光玉。ああ、またアイテムがいっぱいだよ、もう。千里眼飲んで、千里眼飲んで、クーラー捨てるか。千里眼。五番ですね。で、クーラー、飲んじゃえ。ああ、無駄遣いしてるな。ああ、持ってきてるから持てないんだ。しまったな。クーラー飲まなくてよかったじゃん、じゃあ。もう、もったいない。ホット飲みましょう、ホット。5番だったら、これは井戸から落ちていった方が早いですね。さあ、閃光玉の準備をしておきましょう。ちょっと、あれしましょうね。閃光、ナイフ、攻撃、閃光、爆弾。これでいきましょう。まあ、絶対この通りにはならないという確信はありますが、ね、もうテンパって仕方ないと思いますけど、いきますよ。いたな。どうする？初手閃光投げるか？おお、お、お、来てる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 、ああ遅いぜ、そんなの。よし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 出だし順調ですよ。非常に順調な出だし。よし、いけ。
よし逃げろ、よし危ないぞ、よし、あ攻めすぎるな、落ち着け、落ち着いて相手の攻撃行動をよく観察しろ、当たらないな、クソ、ああ落ち着け、落ち着け、ああ危ない、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 これ食らったら多分相当持ってかれる、相当持ってかれるな、食らってないけど分かるぞそれは、あう、うわうわうわ、ちょっと待て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 、なんだ今のは、尻尾でちょっと突かれただけだぞ今のは、よしかこ、よし先行の準備しよう、危ない、落ち着け、落ち着いていけ、必ず好き、よしここ、あか、うん、よしこ、この撃ってる最中は攻撃の、攻撃するチャンスですね、大チャンス、相手がそのああ多分隙がで、反動がでかい分ね、あーやん、あーあーちゃん、あああああ、そういう感じ、クシャルダオラさん、そういう感じですか、まずいな、ペイントボールぶつけてないな、今のは、今のは、あ、ダメだな、やっぱり。緊張感がない、今の負けには。今のやられたやつに緊張感が足りてない。うん。前回のイメージがどうしても頭の中に残ってしまっているので、ダメだ、消さなければいけない。それは、消せ。リセットしろ、一旦。落ち着、ああえだ、一旦ペイント、ペイントぶつけろ、よしよし、よし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 、落ち着け、落ち着け、慎重に、今から落ち着いていきます、もう、もう先ほどのようなね失態はもう犯しませんよ、よしここ、す、よし吐くぞ、よしここ、よし避けろ避けろ避けろ、よしよしよし、離れろ離れろ、引け引け引け、引いていけ、飛んでる、気をつけろ、危ないぞ、気をつけろ、よしよし、ここだ、あー届かないな、落とすか、落とすしかないのか、よしここ、あー、不圧くらえ、あーなんていうこと、あーああ待ってくれ、待ってください、ちょっと待ってください、グレートだな、やばいぞ、やばい、あぶね、あぶね、よし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 すいません、ちょっとうるさく騒がしくなっております、申し訳ない、よしよしよし、あーダメだ、風圧がすぐ、風属性なだけがあって風圧がすごいぞ、あーダメだな、今のダメだ、前方はいけない、前方に立ってはいけないな、これは間違いないな、それはあと閃光玉は1個あります、これはね持ってきたやつです、よしここ、あれ移動ですね、どっち、どこへ行く、4番、
すげえ。ガノトトスより強え。どうしよう。どう戦えばいいんだろう。このまま、この戦い方でいいのかな。とりあえず、初手先行、いきます。先行からの爆弾を置きましょう。うん。